今回は、ちょっとお料理編をやってみたいと思います。題してコロッケの作り方です。で、ここで私は、2つこの動画の中に入れるのを忘れたことがあります。さあ皆さん、Guess what? 何か想像してみてください。大事なことを私2つ忘れています。さあ何でしょう。では動画をご覧ください。どうぞ。Put potatoes and water into deep pan and bring to boil and cook well. Chopped onion very small and put butter and onion into frying pan with water. Then put ground pork or ground beef into frying pan. Cook well. Then after cook, make it cool. Peel potato skin and mash it.Put cooked onion and meat into bowl. Mix well. Then make shape, kind of flat and round shape. Mix egg well and prepare flour and breadcrumb. First, put flour on kolokkeThen egg. At last, breadcrumb. Put oil to frying pan and put kolokke into frying pan too. And cook until kolokke get brown color. That's it about how to make a kolokke.忘れていたのは調味料。ソルト&ペッパーですね。ひき肉はグラウンドポークとかグラウンドビーフと言います。そこに、それをクックする、料理するときに、ソルトとペッパー、これがないと美味しくないですよね。これを入れるのを忘れていました。これが一つ目の私が忘れたことです。そして、その前に忘れていたことは、材料を説明していなかったことですね。分量ですよね。ポテト、例えばミディアムサイズ4 to 5とか、オニオンミディアムサイズハーフかなとか、グランドビーフはグランドポーク200グラムとか、そしてまあペッパー&ソルト、そしてフラワー、小麦粉、エッグ、卵、そしてブレッドクラムというのは、パン粉のことを言います。これらを言い忘れていました。すみませんでした。皆さんお分かりになったでしょうか。こういうふうに料理を英語で説明するっていうのも面白いのでやってみてください。ラーメンの作り方とかっていうのを前に言ったような気がしますけれども、簡単なもの、おにぎりの作り方とか、そういうものを喜びますね。今だったら冷やし中華の作り方とか、まあインスタントでもいいんですけれども、焼きそばとか、そういう簡単なものをの説明をご自分で英語でどのくらいできるかチャレンジしてみてください。それではまた。I see you later. Bye.